はっちゃけて、義実家に貢ぎまくってた夫と離婚しようと決めて、1年かけて証拠を貯めまくった。そんな矢先、なぜか夫が自主的にはっちゃけから冷めてしまった。冷めた理由は知らない。誰かに何か言われたか、ネットで何か読んだか。夫は、笑ってごまかせば、なあなあで家族に戻れると思ってたみたいだが、無理だよ。何より、子供たちが拒否してる。ばあちゃん家に通えなくなるから。と、息子の部活を辞めさせようとしたり、義実家の昭和センスに合わせて、娘の服を管理しようとしたり、女に学はいらない、金もかけない。と発言したり、息子の進路を勝手に決めて強制したり、拒否すると罰と言って家にお金を全く入れなくなったり、そんなのは親じゃない、俺は家族だろうって言うけど、血がつながってるイコール家族じゃないんだよ。毎日一緒に暮らして家族として情愛を交わしてるから家族なの。自分から家族じゃなくなったのは夫だ。娘にアクセサリー買ってやる。と、あさっての方向な機嫌の取り方して、余計嫌われてる。はっちゃけたままだったら、楽に離婚できそうだったのに。なんで、このタイミングで冷めるのよ。離婚はするけど。